結構凝ってるね。ねえ、面白い話があるんだけど。まさか階段じゃないよね。あら、正解。その通りよ。どうなの？早く聞かせなさいよ。ある夫婦の間に女の子が生まれたの。その人たちはとても子供が欲しかったから、心から喜んだわ。だけどその女の子は大きくなるにつれて、周囲の者は目を背けてしまうほど醜くなっていった。子供らしい無邪気な笑顔でさえ両親をゾッとさせるほど気味の悪いものだったの。ある日、三人で旅行に行ったの。そして船に乗った両親はその女の子を甲板から突き落としてしまった。目撃者がおらず、事故ということで処理されたわ。そして数年後、また二人の間に女の子が生まれたの。前の子とは違って、その子は成長するために美しくなっていったので、両親は喜んだわ。そしてまた船で旅行に行ったの。女の子は大はしゃぎで、両親もそれを微笑ましく見守っていたわ。だけど甲板で海を見ていた女の子に手招きされ、近づいていった両親に女の子は言ったの。お父さん、お母さん、今度は私を落とさないでねって。全然何もなかったけど。何よ、だらしがないわね。こんなもののどこが怖いの？まったく、芸がないわね。暗くするだけなんて怖くもなんとも。しのぶ？忍がそこに。これは一体。
じゃない？連絡用のボタンとか。桃井くん見て、ここの壁。この壁はどうかしたの？よく見るとここに隙間があるのよ。ほら。あ、本当だ。動く。きっと隠し扉だよ。どいて、めぐるくん。え、立花さん。やったー。こんなところで図書室の技が役に立つなんて思ってもなかったわ。いきなり蹴るなんて、壊れたらどうするのよ。とにかく行ってみよう。なんか嫌な感じ。シルバー？嘘。どうした？まさか死んでる？ちょっと待って、まだ息があるかもしれないじゃない。救急車を呼ばなきゃ。もう手遅れだわ。
あれ？どうしたの、めぐるくん。あの、ちょっと話を聞かせてもらってもいいですかね。めぐるくん、しのぶさん、ちょっと。どこに行くの？まだ事情聴取も終わってないし、警察の人に怒られちゃうよ。別に、どこにも行かないわよ。そんなことより、私、決めたの。決めたって何を？シルバーを殺した犯人をこの手で捕まえてみせるわ。立花さん、だって悔しいじゃない。私たち彼と一緒にいたのよ。なのに助けられなかった。やろう、立花さん。よく言ったわ。それでこそ私のパートナーよ。そりゃ警察に任せた方がいいのかもしれないけど、僕たちじゃないとわからないこともきっとあるよね。そうね。私の前でこんな犯罪を起こしたこと、犯人を後悔させてやるわ。よし。こちらにいらっしゃいましたか。美和子さん、美和子さんがどうしてここに。受け付けた警官から名前を聞いて、もしやと思いお探ししてたんです。今回は大変でしたね。いろいろ知りたいことがあったのよ。あまり事件のことについて私からは詳しくお話しできないのですが。そんなこと言わないで、ちょっとだけでいいからね。はあ、都様がそうおっしゃるなら。死因は何ですか？かなり硬さのあるもので、後頭部を殴打された形跡がありました。凶器は何だったんですか？やっぱり
現場に落ちていた斧やハンマーなんかが凶器として使われたんでしょうか。確かに現場には幽霊屋敷のセットの一部と思われるプラスチック製の斧やハンマーなどが落ちていました。プラスチック製とはいえかなりの重さがあるため十分凶器となりうるでしょう。ですが私たちが調べた結果、凶器となったのは現場付近に落ちていた石だと判明しました。石？ええ、石に被害者の毛髪が付着していることから見て間違いないと思われます。そうですか。しかもよほど恨みがあったのか繰り返し殴打されたようです。彼はいつ頃殺されたんですか？発見された時点で死後 1,2 時間程度経過した状態でしたから、おそらく午後1時前後でしょう。ねえねえ美和子さん、何か遺品みたいなものはなかったの？カバンや時計、携帯などの日常品がほとんどで、うん、でも変なカードを持っていましたね。それ、特撮系の女の子が写ってるものじゃないですか？多分そうだと思います。私、ああいうものに詳しくないのですが、確かに仮面をかぶった女の子でした。それ以外にはないんですか？何かメモが残っていたりとか。いえ、その他には特に。そうですか。ああ、そういえば、ナオトさん、残念ながら今日はここへ来られなかったんですよ。もお話ししたばっかりで。あの美和子さん、こちらにいらしてるはずだったんですよね。なんてことなんでしょう。いえ、これも神様が与えた試練。私、耐えます。ええ、耐えてみせますとも。あの、美和子さん。え、あ、失礼しました。取り乱したところをお見せしてしまって。やっぱり警察は残りの4人を疑っているんですか？いえ、そういうわけではありません。何らかのトラブルに巻き込まれた可能性もありますし。でも一人で迷路になんて入るかしら。あの、ちょっとお聞きしたいことがあるのですが、お気を悪くなさらないでくださいね。私たちのアリバイですか？形式的なことで、決して美和子様たちを疑っているわけではありませんので。私はちゃんとアリバイがあるわよ。ねえ、めぐるくん。うん、僕も一緒にいたから。シューマイドッグを買おうと僕が列に並んで、その間美和子さんはどこにいたの？
え、確かアイスを買いに。そうよ、テッキー君アイスを買いに行ってたのよ。じゃあその間の美和子さんのアリバイは桃井君にも証明できないということになるわね。ちょっと何よ、人を犯人扱いするつもり？私はただ一つの可能性を言ったまでよ。そういうあなただってアリバイないんじゃないの？確かにないわ。お土産を買った証拠はあるけど、全てのアリバイを証明できるものではないし。ありがとうございました。あとは我々警察に任せて、美和子様たちは楽しんできてくださいませ。あ、さっき話した事件のこと絶対に内緒ですよ。さてと、それで犯人のことなんだけど、あの4人の中の誰かに間違いないわ。そのようね。めぐるくんはどう思う？僕は…確かにあの4人は怪しいと思う。したわね。それじゃあ他のメンバーにシルバーが殺された時間帯のアリバイと動機について聞いてみましょう。